そのままあの上げてテイクバックしてフォロースルー作ってみてください。これの問題点はもう一回やっていただいていいですか。本来もうちょいこうなってないとダメです。もうちょい立、あ、そう、もうちょい立たせてください。あ、そう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 、そうなってきないといけないんですけど、あ、そう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 、そうなっていかないとダメです。それが少しこうご覧になっていただくと、こう、この角度が今保ってるじゃないですか。これがこうなってきてますよね。あ、そう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 、ちゃんと当たってるんですけど、若干の伸びていってます。で、伸びていくと何になるかちょっとご覧になってください。伸びると、このアイアン見たらわかるんですけど、光って見えづらいですね。すごい光ってないですね。ちょっと待ってくださいね。あ、そうです。先っぽの方当たってるじゃないですか、ボールマークが。うん、確かに。そうそう、やっぱり、ここが、こう、5ミリから10ミリぐらい前にずれますね。その分、うん、これぐらいのずれならまだまっすぐ飛ぶんですけど、完璧な距離は出てないですね、うん、今手首がこうなる動きはこれの原因の一つになりますね。ですからこういうところに当たり始めたら、うん、ここの角度をちょっと気をつけると、うんうん、これがこっちに寄る可能性が高いですね。そういうことですね。そうですね、なるべくその手首を保っていく感じですね。これも先に当たってるはずですので、はい、先に当たるか、ああいう、そうですね、カツンって音、軽い音がする。そうですね、上に当たってる音、こっちの方がいいですね。はい、そうですね、はい、いい感じです。